どうも皆さん、第32回目やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。前回エルフの洞窟みたいなところでスプライトにね会ったんだけど、特にイベントもなく冷たい別れをしてしまいました。で、今回は同じ地底にあるこの幻獣の洞窟ちょっと行ってみたいと思います。行けんのかなこれ、分からんけど4人で行けるんかっていう話なんですけどね。まあ行ってみるか。わかる。うわ、原色やっぱ気持ち悪いな。なんか、エルフのところにあった毒っぽい色って、また緑色か。それきついな。茶色にしよう。日本酒の瓶の色にしよう。なんかあれ茶色っぽいし。こんな感じだろ。はい。いきまーす。これこれ。ここ毒？限界が、あ、リヴァイアさん。ほう。そんなイベントが、うわこれあいつがおるときにやったらよかったんじゃないか。ペイストとかをここに持っていこう。サイレス使わんしょ。これにしとこう。レベルと全員当てないんけ。一人2で使えるんや。ありがたく思わない。広くないこれ。リヴァイアさんタッチってどういうこと。以外にもおる。何がおる。召喚師。何召喚すんだこいつ。ぜひ練習してんのお前。え、何こいつ。サンダードラゴン。なんだこいつマジで。わからんの怖すぎやろ。ライブラスト炎効かねえし。お前だー。飛び道具に弱い。それ言われてもやろ。え、シンプルに強いやんこいつ。後ろが倒そう。飛び道具でどうしたらいいんだよ。まあいいや、召喚しまくろ。イフリー最悪アスピルやればいいし。ただ朝倉アスピルができないのでそこはめんどくさい。ちょ、あいつ早いな行動が。なんだこいつ。うつえ、めっちゃ食らう。地獄の火炎デカマスター。タックル決めろ。魔法効かんの。炎は効かんの。なんだ分からん。まあ勝てるやろ。でケアルだ。来て。飛び道具ってことは手裏剣ってことだよな。なんか別にって感じだよな。持ってねえしな。さあ稲妻。あ、でもこいつ弱いな。稲妻しか引かないじゃん。勝てる勝てる普通に。ドゥーンだろ。ちょうだい MP ちょうだい。1個しか、うそやん。1しかないのこいつ。体力バカやん。ちょ、稲妻使えなくなったこいつ。まさか MP 添い取られて使えなくなった説ある。放ってこんかったもんね今。まあまあまあ、あ、ほね。フェニックスのここ通れるやろどうせ。くそ、もう逃げよう。逃げれるやろ。時間かかるのに経験値少ないからその旨味ないじゃん。言ってる。いやこれ取れないですよ。おる。この堂々と道ありますよってアピールしてて、さすがにな。なんでな。召喚師しかおらん。なんかあれみたいな。魔剣士のさ、 FF3 で魔剣士のための洞窟とかで分裂する敵しかおらんみたいな、あんな感じ。お、普通に出てくるやん。あぶ、何これ。モスバーガーの中身みたいなやつ出てきた。何こいつ。サンダー効くかな。プリザラ飛んでるやつどっちがなんだよな。炎か氷だろ。ライブラだな。ライブラしとけば
大丈夫やろ。なんでそんな朝倉ばっか狙う。患者か先輩。よし、ライブラ、このブラレをなんとかしてくれ。そんな体力はないな。飛び道具に弱いっていうのはさ、困るな。いや、このとんがりが投げたものを飛び道具っていうのか、そのん混乱しちゃった。高島屋が飛んでることを指して飛び道具って言ってるのか、そこら辺はちょっと分からんけれども、めっちゃ強いやん。待て落ち着け。おい、マジか、逃げろ。ふう、いやずるい、そんなずるくない。初めて来たやつはさ、倒したくなるじゃん。それすらさせてくれて、なんやめてや。ずるいわ、ひどやわ、マジで考えられん。何考えたら、やめてくれます。あ、こっちしかないっぽいっすね。あれやる、どうぞ。よし、え、レビっちゃって、レビ要素しちゃおう。ウィンガーディアムレビオーサよ、あんたのはレビオーサ。よし、行こう。さあ行きましょう。あー、はい、全然進めない。歩けに、きっしょいわ。雲やめてくんねえかな、え、聞かんから。ごめん、空飛んじまってよ。これ勝てるんじゃね。おい、勝っちまったよ。殴り殺しじゃ。すまねえ、殴っちゃおう。いや、こいつもすごいな、盲目やな。全然気づかんやん、俺らが空飛んでることに。いや、タルコも少ないし、霊気に弱い。あ、そうなんや。飛び道具に弱いな。そういう感じ考えていけば、とんがり強い。俺急に殴ってきたんやけど、何、どうしたん。よし、それでいいんよ。何殴ったん今。当たらんやんっつって殴ったん。やっとしたら気づくの遅いわ。はい、勝ち。経験値くれねえな。あまり美味しくないっすね、ここら辺は。見た目も気持ち悪いし。まだブラッディアイとかの方が可愛い。うわ、マジ？くそー、めんどくさいな。こんなもんか。エーテルが欲しいな。とりあえず角があったらね、行ってみるっていうのが、もしかしたらね、ルートがね、続いてるかもしれないっていうのも考えていかないとね。ちょうだい。よしよし。ハイポーション普通に嬉しいな。買いだめしとこう、今度。ちょうどいい感じで宝箱見えるのいいな。コテージとか、コテージって売ってるっけ？テント売ってるよな。コテージって売ってた。こいつも逃げよう。逃げるときは地面を降りるんやな。空中じゃ走れねえんだな、やっぱ。はい、こっけ、怠惰の悪魔じゃん。何すんの、ふわ、マジかよ。いや、あ、弱。え、ちょっと待って、光の剣。あー、なるほど、闇とかそういう系か。聖なる力に弱いってやつか。はいはい、了解した。いや、これハイポーションも30個残しとこう。どうせどっかにセーブゾーンあると信じて、朝倉に回復してもらおう。はい、で30何とかになってもさ、まだ HP1000 とかな、1700とかないな。全然レベル上がらんな。逃げよう。あるかな、ないな。意外とここのダンジョンは難しくないぞ。は？あ、レビテってね。危ねえ。
忘れていたよ。踏んでるけど大丈夫、大丈夫や。真下にいたとしても大丈夫なんや。うわ、これ逃げよう、無理や。これ死ぬな、未来と朝倉。オッケー、オッケー。ありがとう。怠けてんな相変わらず。何あれ、何あれ、あ、何これ、変な石板、何これ。フェニックスの、え、何これ、え、いけないってこと、何は、いや、わからん。え、宝箱とりあえず取るか。懐中図鑑、大怪獣物語な、思い出すわ、やってほしいわ。なるほど、菊一文字ポイズンアクス、はい、おし、ありがとうございます。魔剣士は装備してくれるな、菊一文字とか。え、爪も装備できるのこいつ、なんでもありやん。ほぼベアクローやん。よくわからんわ今の、どういう意味。飛んどこ、なんか逃げてたら足元ついてるから無理ですって可能性あるし。地震っていうかもう地割れだけどね、ここまでいくと。天変地異が起きているよ、起きているよ。え、何こいつ、こんにちは。未来戻ってきたんだね。え、幻獣かよ、ここ。怪獣図鑑めっちゃ手に入るよ、怪獣図鑑。ここに来て、未来以外の人間はあんたらが初めてじゃけの。うん、5000ギル。あ、ごめん、ちょっと親から電話かかってきた。よし、ちょっと電話してました。続き、限界の奥深く恨めしきどういうやつか分からんけど、あれどうやっていくの、いけんかな。なんか結構すごいな、これ面白いな。おい、邪魔やぞ、ここ面白いな、このダンジョン。ちょっと待ってな、他の道もあるやろうし、ちょっと行ってみたいところあるんだけれど、ここから来たよな、じゃあわな。あれ戻れないの、あや、マジ、ここは、あ、よかったよかった。まあ、ここ全部見てないだろう。全部見てないだろうって考えて言っていいのかこれ。こっちはボスのルートとかないよな。ちょ、怖いな、そこだけちょっと怖い。いや、こっちにも道があるから、上にもね、気になるじゃんっていう、それだけじゃん。あ、よかった、行ってよかったわ。どんだけ、最悪。あ、でもレベル上がらん。なんだ、ディフェンダー防御上がる、イエーイ。やっぱ防御だよな、こんなさ光の続きとかじゃなくてさ、やっぱ防御上がるのがいいよな。めっちゃ上がるやん予想外すぎてびっくらこいだよ。こっか、ネズミの尻尾、なんだそれ、テレポか、違うの、非常口だもんな。なんだ、久しぶりだな未来。あ、そうなんですね。うわ、チョコボやん、チョコボがいらっしゃいとか、なんかほざきよ。え、あ、マジかよ、すげえ金払っちゃったよ、何やってんだあいつら、あんなとこに何やってんだ。3人でできるゲームなんてある、バックギャモン2人であるな、あれ。ちょっと話しかけよう、なんで色違うんだお前ら。タイタンなんだ、レビテッドさえかけておけば、ただのデクノーボーさ、確かに。チョコボもそうなの、イフリートのやつ相変わらず燃えてんだろうな、そういう感じな。あ、ミスった、癖で。
10個ぐらい買っとくか。やばいな、アイテムが。ちょ、デブチョコボおらんのか。デブチョコボ、チョコボみー。およー、未来なんだ、俺らが喋っちゃいけんか。いや、ビビったわ、ドン引き仕掛けたわ。あいつボムじゃん。どこにも行かないとこれよ。フェニックスの何や、あの魔法陣、怪獣術か、手に入んな。よく、あ、なるほど。じゃあセーブだけしときましょうかね。よし。え、これダンジョン下にはリヴァイアさんとかいる。私に力を示してみせようとか言いそうやけどな。なんだお前ら、グレネードがなんか言うよ。あ、ボムか。お友達、えへへ、わ、すげえ宝箱あるんやか。こう、あらゆる知識のフォークさ。マジちっちゃ、ネミングはいいや、あいつはいいわ。確かに静かに感動するな。どうせら、どうせラノベやろ。逃げやしたいけなら芝、彼女を怒らした者は心臓ためにもいいってことだろう。マジ王侯な老人ラム、だがその怒りは暗雲呼び、イカズチによって戒められる。今の誰も知らない証拠もこの存在、炎の魔人フリーとその関与は全てを焼き尽くすさえ言われてる。うんうん、なるほどね。証拠、ああ、なるほど、まだあるのか。めっちゃ意外とあるな。限界の女王アスラ、幻獣の王の妻、幻獣王の妻にして幻獣王への関門でもある。彼女の力をうまく利用して打ち勝った者が幻獣王の妻だ。アスラ倒すんだぜ俺。はあ、王子って書いてあったよ。オーディン、オーディンどっかにいるって言ってた。かぼそく優しいものシルフ、オーディンどっかにいるっつってたな。どっかの城の下みたいな。全然わからん。ん？大いなるクジラ。何大いなるクジラって。魔導船？あ、怪獣図鑑によってその素性を明らかにされるであろう。ライブラーね。お、何お前ら。源氏王と大きな部屋。お、図書館内にあんのかよ。こんにちは。ゲジオ、いやいや、わしらのじじいですじゃ。いや、いや、これ完全に王やないか。やだー。持ってますよ。ならば試してみましょう。なぜ緑色になった今。女性の方ですか？アシュラか、アスラって。なるほどな。ああ。あ、顔で変わんのか。わかったわかった。おおお、いた。強っ。レイズ。誰よね。ベビーフリークや。いた。強くない。ちょ待って、ちょっと待って、ぜ、何もできんやん、こんなん。なんか盗んだろ。盗み損なった。怪獣図鑑とかに使いたいな。最強のライブラってことやろ。全然効かんやん。さ、それなんなん。プロテス、やばいな。ディスプレイかけてえけど無理や。ペースおかしくない？プロテスのさ、フェイストかけたいな。どっかでカウンターでポコポコしてんだよな、こいつら。おいー、マージ怪獣図鑑使おう。はい、やばい。はあ、体力高っ。3万1000万あんのか。そっちがその気ならこっちもってことで、こっちもプロテスかけまくる。今やったらヘイストかけれるんじゃん。殴ってこないんじゃないこれ。
あ、かか殴ってこない。いや、こっち強化しまくろ。殴ってこないじゃん。いやいやいや、分かった分かった、強化しまくるわ。どんくらいこれ防御上がってんだろう。流走、まあでも暗いはするな。痛いな、効果が分からんの怖いな。よしよし、これもとんがりもバーサク状態しようかな。そうすると未来行動できないんだよな、ある意味行動制限されちゃうからきついな。タイタン浮いてんじゃないかこいつ、やってみて思ったけど浮いてそう。嘘、守ってあげてよ、一切守ってくれんやん。おしよしよし、いやこうやってやっとけばプロテスの回数が減っていくはずやから。って、よしよし、時間かかるわこいつ。グン左フック、あ効くやん、地面効くやん、一番効いてらーん。ガッハ、待て待て落ち着け、クソが一発が強えぞあいつ。ふわはは、守ってあげてよ、一旦落ち着こう。ケアルト大マジック、嘘だ、マジで、あいつ大大暴れしてるやん。あいつしか行動せんからまだなんとかなってるけど、してくれレイズ、おいえしてや。多分あ赤色のところに止まったら大ダメージ受けるみたいな、そういうやつだろ。では2サイドみたいなやつが FF7 にも。よしよし、マジ、おおビビった。そう、相手から攻撃してこないんだよ、カウンターマジックしかしてこないから。よしよしよし、ゆっくり行こう。で復活、キャベ朝倉に来るしかない、勝った方法。よし、オッケー、徐々に来てるやろ。フェニックス、フェニックス、うそやん、やばいやばい、バルサ、MP なかった。エトルブロワイ、いってー、で、タイタンや、お前タイタンやっとけ。死んじゃうとプロデスかかってないんだろこれ、それはきつい。
とんがり芋で一生バーサケア。痛え、マジで。どっかのタイムプロテスをねかけまくりたいんだけどね、そんなタイミングが一切ない。大地を踏みしめて君が目覚め、 I can fly。 いけるか、まだ大丈夫。ええー、しょ、 OK。 自分を回復するっていう。タイタンタイタン、もうハイポーションでもさギリギリになってるから。痛い、やめて、強いからお前マジで。ただバーサケ大作戦のおかげで行動がね1個ねやらんでいいっていうのはありがたい。よし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 、苦手やなこういうアクティブタイムバトルシステムみたいな。最初に行動選んでおきたい。いくらもいいやん。バーサケだったら攻撃力上がってんのかな。上がってるか確か。結構ケアルラ、ケアルダ来てないぞ。来るやん。いや、ここでリセットや。チェンジ。ワーク。あ、これプロテスやろ確か。プロテスサインですよこれ。あ、変わるやん。レイズになる、レイズに。レイズが一番当たりなんじゃないか。ガバ。やばいっす。あ、こいつ当たりだわ、プロテス。あ、ミスった、攻撃しちゃった。もうバカかでん、俺は。バカでーす。くそー。よしよし、結構クリニカル来る。いった。それ、おろかよ。ここここ、お、やった、よっしゃ、あーよかった、助かった。いつでも私を呼びなさい。アスラ呼べるようになったこれで、ね、アスラを覚えたって何。チョビッツかよお前。いつでも私を呼びなさい。話いいのこれで。邪悪な力に対抗するには、はい、ちょ待って待って、ちょ待って待って、今じゃないだろ。いけるかバカ、死んじゃうわ今言ったら。よし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 、ここ楽しい。ここのダンジョン楽しいな。来てよかったかもしれん。あ、武器屋とかあるね、行っときゃよかったな。これ武器と防具屋がある、ちょっと置いてな。倒した倒した、あっさら倒した。どうやって、どうやって違う世界で仲間が悪さしてる。ああ、そう、一応ね人間界ではねやってますよ。刑事用語を下げてみる。よしよしよし、もう防御見よう、防御、防具見たいもん俺。うわ、ボムが買い物してる。うん、いい術立てた。光のロープって俺持ってたような気がするけど、持ってなかったっけ。いい術立てっていいやつじゃん。はい、光のローブ、小さいのローブか、買えないな。でもさすがに一つしか買えない。売るか、なんかねえかな、売ってもいいやつ。ダイヤシールドでいいか。ダイヤシールドは高島屋も持ってるし、あいつ帰ってくるだろう。武器はいらん、なくてもいい。とにかく耐えうる力が欲しい俺よ。この状況、エルフィンボがそもそも強いのか。クロノローフ、オッケー。明治マッシャーが強いんや。あんまり人間を連れてくるなよ未来。俺たちは静かに暮らしたいんだ。ごめんごめんな。ちなみに武器何が売ってんだ。ちょ、うわくわ、うわ、ちょっと待って。
あいつ行動がウキウキしすぎやろ。ちなみにも何も書いんけど、ちょっと見てみるか。広っ、何ここ。誰かと思ったら未来か。人間にここの武器を使いこなせるかな。ニッチ。波動の杖って何？気になる。波動の杖ってなんだ？なんか魔法か？あるかな、そんなの。ここじゃねえよ。いや、ハラハラしたな。谷が分かればこっちでもって感じだったけど。次もこの作戦で勝てたらいいな。じゃあ、そんな感じで終わりたいと思います。お疲れ様でした。バイバイ。